最近異常に独り言が増えたオットスタッフのぼです。今回はオットスタッフが企画した新人イベントナイス&ピースセッション3を取材するため、渋谷に来ておりますが、まだちょっとライブまで時間がありますので、前から気になっていた渋谷のパパと呼ばれる人物に会ってきます。かなり当たると評判のペルシャ先生術師ということで、何かと不安な今後の人生について占ってもらいたいと思います。元アフガニスタン国家公務員で占い歴30年以上という渋谷のパパとは一体どんな人物なのか。ドキドキしてきた。失礼します。大場です。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそ、よくいらっしゃいましたね。星の世界ようこそ。どうぞ上がってください。雰囲気に飲まれつつ、早速渋谷のパパことアミンコーヒーさんに今後の運勢について占っていただきました。私の前で黙って座ればピタッと当たる。この2つの、はい、水晶の間でその人の顔を見たら全てが分かるとね。そのような自信持ってます。はい。ペルシャ占星術は生年月日をもとに太陽、月、水星、火星、木星、金星、土星の7つの星の角度で運勢を見ます。あなたの場合は太陽は蟹座、はい、月も蟹座。面白いね、蟹座が多いね。今年の運勢があなたが平凡でね、悪くもなかったし良くもなかったし、はい、普通だって出てますね。普通ですか？うん、そうそう、普通。来年の方が少し上がるの。あ、本当ですか？うん、大転換期っていう、こうめちゃめちゃこう上がってるやつは、うん、そうそう、大転換期はね、はい、少しだけね時間かかっていくからね、はい、2014年めちゃめちゃあと。さらに晩婚と言われた私、本当に2014年まで幸せは来ないのか、納得できずにタロット占いで見てもらうことに。いつもやるんですか？そう、かっこかっこ現在最初結果。そうですね、はい、この人顔が隠れてるでしょ、はい、隠れてることは内緒ね、うん、違う女で接生する。その意味は三角関係になると。あ、それではバレちゃうの、はい、嵐が起こすあとで別れることになる。なるかもしれないけど、そうならないように今から前向きにして頑張ってください。はい、はい、それだけです。皆さんのご健康と幸せお祈りします。鑑定していただきました。なんかあまりいいこと言われてない気もするんですけど、大転換期が、2014年に来るっていうことなんで、それをちょっと目標に頑張って生きていきます。